エンゼルスの大谷翔平投手が7日日本時間8日本拠地で行われたタイガース戦で2試合ぶりの33号ソロを放った勝ち越しとなった一発には地元放送局も驚愕だった3対3の7回ノーアウトで迎えた第4打席大谷は左腕アンドリュー・チェイフィンのカウントツーボールノーストライクから3球目のシンカーを強振した完璧に捉えた打球は ぐんぐん飛距離を伸ばしてライトスタンドへと着弾した直近9試合で6本塁打の量産体制でシーズン39本ペースとし2年連続40本塁打を視界に捉えたこの日はヤンキースのジャッジも55号を放っており MVP 争いは白熱しているタイガース捕手のエリック・ハースはこの日大谷対策として高めのゾーンを活用した2日前低めの球を大谷に放り込まれ 長いリーチが生かせる低めより高めを使った方が勝機があると察知したからだ3打席目までは3三振と成功したただ4打席目少し甘く入ってきた球を大谷見逃さなかったハースは5打席で4三振大谷への攻めはほとんど完璧だったんだけどこれが野球だね一つのミスを逃さなかった彼は危険な打者だからと振り返ったここ9戦で6本目 量産体制に入った二刀流大谷は相手の脅威でしかない主砲のトラウトとのトラウタニコンビがこの試合もアーチの共演だ今季8度目ここ4試合で2度目のベッ九段となった4試合連発のトラウトはここ数日僕らが本塁打を競い合っているとみんな言っているけどクールなことだねと語っていたエンゼルスの地元放送局バリースポーツウエストの実況パトリック・オニール氏は ジャッジも本塁打を打った日に翔平も打ちました素晴らしいビッグホームランですねなんて勝負強いのでしょうかと感嘆していた解説のエンゼルス OB のマーク・グビザ氏は翔平のパワースイングでエンゼルスは再びリードを奪いました大事な場面であのような活躍をしてくれるのが翔平ですね私は嬉しいですと喜んでいた一方タイガースの地元放送局バリースポーツデトロイトは落胆だ 解説のジャック・モリス氏は「ああやってしまった」「あの打球が入ると思いましたか?」「打球がひたすら伸びていきましたね」とパワーで運んだ大谷の打球に驚いていた最近の大谷選手の驚異的な活躍にジアスレチックに寄稿するブレント・マグワイア記者が驚いているマグワイア記者は翔平がまたやってくれた今季33本目のホームランで同点にされた7回にエンゼルスに4対3のリードをもたらしている アリーグ MVP 候補の一角が驚異的な活躍を続けていると語った再びアメリカンリーグの本塁打ランキング単独2位となったこの一発には現地メディアも大盛り上がりだった期待の大谷マニアとして知られる米放送局 FOX スポーツのベン・バーランダー氏は公式 Twitter に実際の映像を共有した上で「翔平大谷が絶好調を維持している。勝ち越しの33号だ」と興奮気味に反応している。 試合後9日、同10日からの敵地アストロズ戦に向けて移動。エンゼルス関係者はアメフト開幕に合わせて各選手がアメフト選手のジャージを着用。大谷は2019年シーズン MVP に輝いたレイブンズのラマージャクソンの黒ユニフォームを着てヒューストンへ向かった。アメリカンリーグの MVP を大谷と争うヤンキースのジャッジは55号を放った。 大谷もペースを上げてきた残り25試合投打でハイレベルな結果を残し MVP レースをさらに盛り上げるこの試合大谷33号本塁打の興奮は一気に冷めていった1点リードで迎えた9回マウンドに抑えの補石肌が上が上る試合を締めにいった中で8番ケリー・カーペンターに一発を浴びて同点とされると続く9番 ライアン・クライドラーにも被弾した。勢いを失ったチームは最終回に同点のチャンスを作りながらも、あと一本が出ず、タイガース戦3連勝とはいかなかった。この試合、4回にタイスの1号ツーランで逆転し、5回にはトラウトが4戦連発となる32号ソロを放った。そこから追いつかれたものの、大谷の豪快弾で勝ち越しという最高の流れになりながらも、 土壇場で逆転負けとなったこれには米記者たちもツイッターで反応した MLB 公式サイトのジェイソン・カタニア記者はタイガースの勝利を伝えるツイートを引用しトラウトと大谷が本塁打を放ったそしてエンゼルスは負けたと淡々と伝えた元 MLB 選手であるジェイク・アリエータがホストを務める米ポッドキャスト番組「スターティングナイン」の公式ツイッターは「t e r は。 翔平、大谷が33号。マイク・トラウトが32号。なおエンゼルスは52勝85敗のデトロイト・タイガースに敗戦した、と直江を強調した。米スポーツメディア、ジアスレチックのエンゼルス版サム・グラム記者は、エンゼルスが5対4でタイガースに敗れた。マイク・トラウトと翔平、大谷とマット・タイスが本塁だ。 しかしブルペンが多くの強打を許したとリリーフの崩壊に言及した。カナダのスポーツサイトスポーツネットのスポーツベッティング専門ツイッターはトラウトと大谷が本塁打を打ちながらもエンゼルスが負けた時と記しあり得ないと話す自負動画を公開し呆れた様子を伝えている。米スポーツ専門テレビ局 ESPN 電子版は今季のサイ・ヤング賞争いについて 記者17人にアンケートを行った・リーグは13人がアストロズのジャスティン・バーランダー投手に投票しエンゼルスの大谷は2票でホワイトソックスのディラン・シース投手と同じ2位だった大谷に投票したクックロフト記者は大谷は21年よりもオールラウンドのシーズンを送っているジャッジがロジャー・マリスを抜くかもしれないという理由だけで バーランダーやシースよりもわずかに少ない投球回数というだけでサイ・ヤング賞から大谷が締め出されるのは残念だと説明したまたウォーがシースやバーランダーよりわずかに少ないがバーランダーは負傷者リスト入りしておりもっとイニング差が埋まる機会はあるさらに FIP 守備などの影響を排除した仮想防御率は両者よりも良いとした大谷の後半戦の好調さも評価されている 直近の13先発で防御率が1.87、110脱三振という成績を紹介、結果は最後までわからないとした。バーランダーに投票した ESPN のジェフ・タッサン記者は、古いとレッテルを貼られる危険性はあるが、バーランダーの防御率が最も良いからだと説明した。